和志か耐えとる管理委員会が認定する GHC をかけた一戦両雄が激突です。ヘビー級選手権試合であることを宣言する。そして DNA も違うこの2人が対戦することになろうとは、ノアからファンへのプロレス続きましてチャンピオンベルトの果たして何が飛び出すか。さあ GHC のベルトが一旦本部で返還されます。13度目の防衛をかけこの鈴木みのるの挑戦を受けます。鈴木はそのベルト視線を投げかけませんでした。さあいよいよコールされます。選手権試合ロケットより一本勝負を行います。ブラックの挑戦者240ポンド鈴木みのる、右腕をもらう鈴木みのる、険しい表情だ。ブラックの GHC ヘビー級選手権者270ポンド小橋健太、右腕を当てる小橋健太、GHC ヘビー級選手権試合第6代王者小橋健太13度目の防衛戦、チャレンジャーは鈴木みのるです。臨戦態勢となりました。小橋が一歩前に出た。さあ鈴木みのるはリラックスした表情か、今ボディチェックを受けています。日本武道館1万6700人超満員に膨れ上がりました。さあ高山さんはどの1点に注目しますか。いや、やっぱり鈴木みのるがどう小橋健太の、ね、攻撃をかわして嫌がらせするか、それだけ。さあファーストコンタクトに注目しましょう。ラリアットはチョップは当たるのか、力比べを今王者の小橋がその体勢を取りました。そしてリング中央の小橋の周りを小刻みにステップを踏みながら軽快に回っていく鈴木みのる。さあ招いた力比べを今しかかタックル捉えようという小橋、上から体重をかける。さあバックを取るか、バックを取った。高山さん、今力比べを要求しましたよね。いや別に力比べってわけじゃないんだよ。どういうことですかこれ。あれは単に構えてるだけでさ、すぐロックアップするとは思わないから、ああいうどこから来てもいいように小橋が上と下を構えてたんだよね。手下げりの構え、あの構えは馬場さん的だったよね。ああそうですか、馬場さんの俺が持ったプロマイドと同じ構えですよ。同じですか、さあ一旦動きが止まりましてニュートラルコーナー、恋と声をかけたのは王者の小橋です。さあ近づいてきた、おちょっとかしている、張っていったのは鈴木、手下げにローインを縮めてかわして顔面を張っていく。さあ3連発で高山さんかわしてますね。この小橋の表情見てどうですか。まあ、まだこんなもんは予想の範疇だからね、そんなに焦ってないね、まだね。さあ再び声を出します。あ少しこの表情が少しずつ変わってきたでしょうか。まだ本格的なコンタクトはありません。鈴木みのるはここまで小橋のチョップをかわしています。さあ来るか、アタックかもしれないよ。また来ますか。あやるね。さあ組みました。そして足を絡めてカバーした。ファーストカウントが入った。そして三角、腕を取る。さあ小橋の右腕を取りに来たか、小橋はどう耐える。グラウンド、腕しげ剛腕を降りに来た、たまらず離れました。いやー息詰まる攻防、そしてこの表情鈴木みのる。高山さんはこの小橋についても、そしてもちろん鈴木みのるについてもよく知っている方でありますが、両者の立ち上がりどんなところに今興味がありますか。小橋健太やっぱこういうタイプとはやったことないから、結構あここまでやるのかっていう焦りっていうかびっくりしてると思うよ。やはりタイプがこれだけ違いますからね。逆に鈴木さんはね、小橋健太の試合はテレビしか見えるから、大体こんなことやるだろうって予想してた、さあヘッドロックだ、左の腕剛腕が今巻きついています。がっちり入ってますね。体重も落としまして左腕をまず巻き込みました。そしてねじくらんばかりの、苦しい表情。そして打開していこうという鈴木みのるですが、その腕がまた巻きつきました。まず一つ動きを封じまして小橋が力技、この鈴木みのるのサイドのヘッドロックを捉えているところ、グラウンド状態で離しません。いやこのような万引きのような力で、そして締め落とすか、グラウンドの状態になりました。腕を巻きつけて、そしてもう一旦
続けろ。小橋がペースを握っています。ギブアップ、入ったろ。まず一つ小橋としては捕まえました。オッケー、ギブアップ続け。小橋健太対鈴木みなる、序盤の動き探り合いから現在小橋健太がサイドのヘッドロックでグラウンド状態、鈴木みのるの動きを一旦封じました。さあここからどう打開するか、足を顔面にかけて、ああ離しました離しました。いや小橋のこだわりのようなものも感じます。体を入れ替えようというところ、グラウンドからスタンドの状態になりました。さあ鈴木が苦しい状況、その太い腕が巻きついています。顔面を、そして側頭部を捉えている。赤コーナーサイド、ニュートラルコーナー付近、赤コーナーで今膝をつきました。お、抜けたか。もう一度組みます。レフリーブレイクしなきゃダメじゃんね。あ、今そうでした ね、ロープずっとロープについてるよ体が。さあ今リングの中を指差しました。そして足を取る、頭を決められながら足を取りました。あーしかし、んどうですか今、あーロープにかかっていました。セカンドロープ、ロープブレイクです。この 1,2 分間この小橋がこのサイドのヘッドロックにこだわったものをどう見ますか。あれはね、あの頬骨のあたりを締め合ってすごいきついんだよね、あのさっきグラウンドになった時は頬骨を攻めてなかったけど、スタンドの時はかなり的確に攻めたから効果的だったから。そして色知識、おー倒した倒した倒した、倒しました。色知識で落としていたのチョップを、いやー今何回転しましたかね、鮮やかに切り返しました。そしてあー今チョップが左弾、初めて当たりました。ここに来て、あ小橋が追っていきます。場外戦、今鈴木みのるはこの小橋のチョップというのを初めて体で感じました。そして鉄柵めがけて腰のあたりを打ちつけていきます。あまたこれですね、ここから映してほしいね、カメラマンで。どうサイドですか、鈴木の表情、そして頭のあたりというのは今この大角度で捉えることができません。この場外線でガッチと腰を落として、そして今サイドのヘッドロックの状態、立ち上がりました。場外での攻防です。かかりはいかがでしょう、ちゃんと入ってるね。エプロンサイド上がって、小橋が自ら上がって、そのままこの人たちは戻るんですか。ちょっと無理が、無理が、でもその無理をしてますね今。あ、サードロープの下から、いやこんな映像なかなか見ることできません。やっぱセカンドサードだと無理だと思ったんだろうね、チャンピオンもね。切り替えましたね、いやでもあの状態で場外から戻ってきましたね。バカ力だからね、力で持ってきました。でもね、小林健太あんまこればっかやってるとね、そのうちなんかやられちゃうと思うよ。お、小林サイドから見ると今何を警戒するべきですか。逆にまあ鈴木サイドとしては何が狙い時ですかね。 あの空回してる手をさ、関節に持ってかれるかもしれないね。そのうちなんか隙があった時にやられると、一番距離が近いわけですよね。この巻きついている攻撃している腕が一転してピンチを迎える、命取りになる可能性もあるという高橋さんの指摘です。もう一度腕を組み直して、いやこの辺り5分ほどでしょうか。さあグラウンドの状態になった、肩がついているか、起き上がります。まだ離しません。このような表情、そして展開、ここ最近の小橋戦では当然見ることのできない展開であります。さあ立ち上がった、あの横浜ではものすごいチョップとラリアットだった、当たればねと挑発した鈴木みのる。その鈴木に対して小橋はリングシューズとタイツを持ってこい、そう言葉を投げかけました。さあ距離ができる、逆転決まった、胸で受けた。さあ今鈴木みのるは、おっと体を変わった、マシンガンチョップ、鈴木みのるの胸に小橋健太のマシンガンチョップ。プロレス新時代、こんな展開、この2人の対決、新しいね。いやー何かこの小橋に何か乗り移ってませんか。なんかね、新しい展開、
不安定な体勢で走り込んで自らランニング式でチョップ毛さぎりを落としていきました。そしてなおも攻撃を続ける、その手を休めない小橋健太がニュートロックを取った、腕を取った、さあこっから打開するか、腕を決めるか、さあなんとこれは決まってますか、どうですか、三角の状態ですね、このニュートロコーナーで、ニュートロコーナーでこの自らが出した右腕が外に出た、さあ絶対王者ピンチ、絶対王者ピンチ、レフリーが取りに入っている、いやこれですか、かなりね体重かけてね伸ばしてるから危ないよね。高山さん、パンフレットでは鈴木みのる100キロとなってるんですが、それよりもなんか増量したような鍛えてきたような印象があるんですが、どうですか、どう実際どうなんだろうね、さあ表情が変わりました。自らの体重を全部かけて、そしてあのニュートラルコーナーでトップロープから三角を狙った鈴木みのる、小橋健太の右腕を取りに来る、そう語っていた鈴木、この日本武道館1万6700人、超満員のファンの前で鈴木みのるが自分の戦いにこの王者小橋を引きずり込もうとしている。一つ張って腕を取りました、左腕絡めてロープに振った、クリアタックカバーする、そして腕を取る、腕を取る、右腕だ、ロックしている、まだ小橋がロックしています。普通あのボディアタックやったらそれでもうワンツースリーだけど、その後を狙ったね、もうあれは負けだったんだね。付箋を張って、そして落とし穴みたいなもんですね。当然小橋としても一瞬体が反応するでしょうからね。さあどうだ、腕のロック、ロック左腕を今もう一度絡めました、腕進撃逆十字、10分が経過しました。小橋健人対鈴木みのる、さあどうだ、伸びるか、右腕を狙ってきた、取りに来た、降りに来た、さあ苦しい王者、サードロップ、王者がサードロップを求めました、右腕の腕進撃逆十字。さっき散々ヘッドロックやったからさ、小林手が疲れてると思うんだよね。あーそうですか、それであの十字も決められて、相当ダメージある、ということは今左右の腕にダメージがあるわけですね、グラウンド状態の小林に対していじり寄った素敵な笑みを浮かべているこの鈴木みのる、表情を今確かめて、そして右腕を持ちました、この腕を取りに来た鈴木みのる、腕を絞って、そしてエルボー落としていく、そしてニーリフト、肘と膝を使ってまいりました、自分おっと今かわしましたが、あーこの表情です、左のハイキック、ミドルキック、そしてあーっと肘、この上腕二頭筋あたりに対してこの鈴木のニーリフト打ち当てていきました。さあ狙っている、下を出して狙っている、ここまで12度の連続防衛成功の小橋、その右腕に対して攻撃を絞ってきました。この鈴木の取るスピードといいますか、位置取りというのは本当に絶妙ですよね。やっぱね、間を作ってからピッて動くからね、はい、そのスピードに対応できなくなっちゃうんだよね。小橋はあんまチョップを乱発すると肘が伸びすぎちゃって、かえってダメージが残るかもしれないね。レスラーにとって相手が立っている位置が50センチずれるだけでも随分違うもんですか。それはもうかなり違うでしょう。さあ右腕を今確認しました小橋健太、今まで戦ってきたどのレスラーともタイプが違います。さあ張り手を連発してこれでこだわっています、右腕を取りに来る、あーしかし小橋がそれに応じるか、お張ってみろと、張ってみろと小橋が頭を突き合って張り手合戦だ、腕を取る、これを狙っていたか、さあグラウンド状態で、さあこれは裏十字、アームブリーカーの体勢、アームブリーカーの体勢、そして腕、そして手首、そして指も固めた、3点セットだ、どうだ、さすがの小橋、その後腕を全身の力で降りに来た鈴木みのる、決まり具合いかがでしょうか。かなり危ない状態だけど、腕が1本このように棒になっている、棒のようになっている、たまらずサードロープをつかみました、足を伸ばしました、徹底してこの小橋の右腕を狙ってくる鈴木です。なおも腕をこのように曲げまして、膝が今体重が落とした状態、ロープブレイクは今ほどけました、
スキーウイング式になっています。そこに膝を乗せまして、そして強引にこれを持ってこようという、そして今左足を絡めました。うつ伏せ状態、そしてあこのように左腕も取りました。左腕を取りました。これは苦しい状況だ。小橋両腕決まってるね。で取られましたね。さあ足をなんとか伸ばそうというところだが、このように足も取った。その足も取った、右腕左腕日本のこの後半、さらにはサードロープを求めようというこの左足まで取られました。さあ絶体絶命、崇高なる大手の小橋健太、その腕と足を取りました。鬼のような表情になっている鈴木みのる。さあ目の前にサードロープは見えるんですが、それを掴むことができない。さあ左腕を伸ばした、左腕を伸ばした。しかし鈴木がそれを戻そうとしている、戻そうとしている。掴んだ、命綱を王者が掴みました。よかったね、バカ力でね持ってきましたね。さあこのグラウンドの状況で腕を狙ってきた鈴木みのる、そのダメージもありますが、小橋健太ここから試合がどう動くか。一瞬フェイントを入れて張り手、そして膝も巧みに入れます。そして腕折りアームブリーカー、完全にこの腕を決めまして、そして思いっきり壊しに来た。さあスリーパー、そこから投げもらえるぞ。さあスリーパーに捉えた、鈴木みのるにスリーパー、スーパー、やった、やってしまった。なんだあの落ち方は。スリーパー、スープレックス、なんかすごい音がしました。妙に低かったからかえって危なかったよね。危ないですよね、うん、リングにこのぶつかる音が通常の試合で聞けるような音ではありませんでした。ゴツンという鈍い音、張り込んできたこの頭、その頭が垂直落下で落ちていきました。そして危険な香りのするこの花道エリア、そこで見せるか、ハーフネルソンだ。鈴木みのるにハーフネルソン、さあエルボーで、エルボーでなんとか封じようというところ。さあ後ろからスリーパー、今度は鈴木みのる自らの顎であるスリーパー、あらかじめ絶対王者を落とすか、なんとか逃れようというチャンピオンの小橋。さあしかしガッツンと入ったかどうか、苦しい表情になってきた。花道での攻防です。花道の上でなんとか逃げて、ほふく前進で両雄が落ちていきました。もう小橋あれやって時をしかなかった、ね、そのリングの中に戻ること、そしてその腕をほどくことができずにこれしかなかったと、花道から崩れ落ちていった鈴木、そして小橋です。さあ場外カウントが今数えられ始めました。おースコット立ち上がった鈴木。さあ目はまだランランと冷たく輝いています。そして首のあたりを今確認した小橋健太、先にチャレンジャーの鈴木みのるがノーのマット、グリーンのマットに戻りました。青コーナーで盤石の体勢で待ち構えている。さあ8まで来た。さあ今チャンピオンは、チャンピオンようやくサードロープの下から入りました。転がり込むようにして戻ってきたチャンピオンの小橋、それを見つめている。獲物を狙う目になった鈴木みのる。さあどのタイミングで来るか、それを伺っている。苦悶の表情の小橋に今鈴木が近づいてきた。おっと聖剣、そして張り手右ハイ張り手、そして聖剣突き、さらには右のハイキック、そして距離を取って、おーサイドキック。あの技が着弾する直前まで何が来るか分かりませんね。ね、騙し打ちかもしれないからね、この試合は。いやー、小橋、さすがのこの肉体、強靭な肉体ではありますが、この鈴木みのるのこういった攻撃、じわじわと来てるんじゃないでしょうか。さあ、そして挟むか、ノアのマット、そのリングの中央、1万6700人の日本武道館を見渡して、さあ、ゴッチ式だ、ど真ん中で見せる、ゴッチ式、パイルドライバー。さあ、そして。動けない小橋を見て、さあ近づいてきた。ああ頭を踏みつけた。さあブルーインが起こっているが、もうやりがいといったらないでしょうね、鈴木君としては。嬉しそうだもん本当に、ね、世界一性格の悪い男という異名を持つこの鈴木みのるですが、今ブーイングを楽しんでいます。
まあノアから見ればこの鈴木になる外敵中の外敵ですが、高山さん、はい、高山さんも外敵のまあ王様ですよね。そうなの、各地で暴れ回っておりますが、その外敵と呼ばれることはどうなんですか。まあ別に自分の家じゃないからね、しょうがないよね、でも俺も鈴木さんも俺らがプロレスラーだと思ってるから、その自信プライドがあります。さあいったー、ヒアーカーブだー、立ち上がった、先に立ち上がってハーフネルソン狙った、切り替える切り替える、腕を取った腕を取った、そして足を絡めて、さあどうだどうだ、入るか、入った、動きを封じた、そして自らのこの力を誇示してチャンピオンの動きを止めました。小橋に対して何人が止め、さあそして小橋はどうなるのか、どう打開できるか、鈴木は力を込める鈴木、あーしかし素敵な笑みを浮かべています。さあ崩れ落ちた、崩れ落ちるようにしてローフライクです。よし、キムライク、これだけ目を閉じている小橋健太というのはあまり見たことがありません。さっきのバックドロップもすごかったね、急角度でした、一瞬の切り返しで放ってきたバックドロップ、そして右腕を今気にしています。ああそこに来ますね、やっぱりピンポイント攻撃、この小橋の生命線であるラリアットが放たれるその右腕を取りました。あの横浜の宣言通りこの右腕をもらう、俺が欲しいものはこの腕だ、そして失神 KO させてやる、試合前そう語っていた鈴木、十分なためを作って蹴りを見舞ってまいりました。そしてさあスリッパ、20分経過したところ、さあいった、菅落とし狙った、なんとか対応した、ロープを掴んでいるが腕は巻きついている、腕は巻きついている、さあ一瞬のチャンスが生まれれば鈴木みのるが放ってくる。さあ大手に対してまだロープを掴んでいる、強引に持ってくるか、あれさ強引にやるからさ余計首絞まってきついよね。ああそうですね、しかし投げられるのもなんですね。まあね、でもそのまま落ちちゃうかもしれなかったよ小橋は。あ、なるほど、その危険性がありましたか。さあ、ニーリフト膝蹴りを当てまして、いやこのノアマットでありますが、あー、バレット至近距離ツーカウントです。ちょっと今横殴りだったでしたね。さあ、今一発この鈴木みのるに対してラリアットを放ちました小橋健太。このラリアットで形勢逆転、流れを変えるか、引き戻すか、さあその腕でいくか、ラリアットを当ててみせる、そう語っていた小橋。さあコーナーが近いぞ、赤コーナー付近落とした、そしてジャックナイフ切り替えた切り替えた、そしてきたー、ロックしている、これがほどけると危ない、関節可動域を超えてしまう、そして腕が伸びきってしまう、それをあさあそしてロック離れた、さあどうだ、腕式逆十字、腕式逆十字、腕をもぎ取りに来た、腕をもぎ取りに来た、小橋はどう応じるか、おーっと好転しました。そして今これは裏十字のような体勢、ね、まだ危ないよ、まだ離してませんね、まだ離せない、鈴木はまだ離していません、その腕、この状況も非常に厳しい状況、腕を伸ばしに来ました。あー両手でしっかりとこの小橋の腕を持っています。サードロープです。何かノアマットですけれども、鈴木がもうやりたい放題、好きなようにやってますね、生き生きしてるんだよ、さあ次に狙うものは何か、恐ろしいまでにこの不敵な笑みというものが不気味さを放ってまいりました。徹底したこの右腕の攻撃、ニーリフト、そして一瞬の隙から繰り出されるさまざまな技。さあ右腕を今西永レフリーが確認しています。いけるかどうか、この右腕を当てる、そう語っていた小橋、左入っ、あ、左のラリアットですね、ちょっと今不完全、巻きついたような形でした。あ、序盤でヘッドロックありましたよね、それから腕ひぎは右腕に来ていました。バランスというものが保てない状況で今居合抜きで放った左のラリアット、さあランニング式後頭部、そしてバックを取った、バックを取った、何を持ってくるか、バックドロップ、鈴木くの字、
珍しいね、小橋のバックドロップ。そうですね、折れ曲がっていきました。これは何か、君の上の先ほどのお返しか、何かのメッセージか。さあ、起こして歩け、やりっと上腕に頭筋ぶち当たりました。さあ、蘇生したか小橋。今食らったラリアット、鈴木みのるの意識というのはどうでしょうか。あ、何やら笑っております。さあ、そしてバックドロップ2連発、急角度、小橋がバックドロップ2連発、腕を取る、強引に引きずり起こそうという小橋、13度目の防衛。その防衛戦、あ、なんだこの角度は。好きなように投げてきた小橋が生き返ってきた。3連発のバックドロップ。さあ、レフリー西永が今鈴木みのるを、今その誠意というものを確認したんでしょうか。珍しい、小橋がレフリーを突き飛ばした。反則負けじゃん。さあ、そしてなんとか起こそうという、起こしていこうというと、小橋はいつもハーフネルソンとかやるじゃん、はい、でも手が効かないから、鈴木さんの手を首にかけてその力で投げるしかないんだよね。だからバックドロップなんだね。なるほど。さあ、そして4連発、鈴木みのるの体が放物線を描きました。高さのあるバックドロップ、そして今の両手をかけたか、この右腕で決めるか。まだ目は死んでいない鈴木。25分経過、GHC で激突、小橋対鈴木、狙うか。おっと、スローモーションのように張っていく鈴木、崩れ落ちたぞ。その喉元を掴んでゴール、顔面変形ラリアット、ラリアット当たりました。その右腕を、光のこもった右腕をこの鈴木みのるの顔面にぶち当てました。最後はラリアット、13度目の防衛に成功、小橋健太です。決め手となったのは最後はどのあたりでしたでしょうか。どうだね、やっぱあのバックドロップがすごかったね、今日は4連発放ってきたバックドロップからの強腕ラリアット、25分22秒、小橋健太13度目の防衛に成功、鈴木みのるの挑戦を退けました。そして今両者の両雄の表情をリング上のカメラが捉えています。小橋は食べてきた怒りをこの右腕に込めました。そしてその目の前に今 GAC のベルト、再び自らの手に、自らの腰に戻そうとしています。上皮口管理委員長から今また戻りました、俺のベルト。